お母さん、こんにちは。おう、マリさん、お久しぶりですね。猫タワーはね、今ね、いなくてね、キッチンで悪さしてます。キッチンでそこにいる。見に行ってみようか。あ、出てきた。キッチンで悪さして今出てきた。玄関でお水飲んでる。また多分邪魔しに来ると思うんで、その時に猫。追っかけっこしちゃったマスクでガガガって登り出すから。更新しようはしていたので、ありがとうございます。グッドありがとうございます、お母さん。っていうかさ、もしかしてさ、ノリチュロさんコメントした？ノリチュロさんコメントしたでしょ、多分。でも出てないんだよ。どうしたらいいんだろう、これ。ノリチュロさんのコメント。ノリチュロさんのコメントが、チェックが必要になってますって、こっちには出てきてん、スマホに。だけどこっちでできないんだよ。こっちに出てきてないから、スマホには出てきたんだよ。無視してるみたいになるんで、こういうのが結構あるから、今日読まれませんってなるんだね。こっち見ないで、こっちばっか見てると。とタイトル入れようか。罪悪感が出てくること、中心罪悪感が出てくることほど強い罪悪感、強い罪悪感、強い羞恥心、羞恥心が出てくることほど、とやってみる。これだね、今日のタイトル。ミクさん、こんにちは。特殊文字使ったからかも。あ、反応したかもね、AI がね。ノイズさん、こんにちは。こっちにはさ、ザ・メッセージ・ヘルド・フォー・リビューになったのね。リビューが必要のためにホールドされてます、ヘルド。で、誰だろうって見たら、ノリチロって出てきて、コメント見れないんだよ。でもこっちに、パソコンでは見れないからさ、それ。操作ができない。今日は仕事休んだ、ガハガ。おお、っていうか、仕事してんの知らなかったです。ミクさん、教えてよ。仕事すごいじゃん、してんの。知らなかったよ。もう始まってんの。佐々木さん、こんにちは。知りませんでしたよ。あさって忘年会ですね、私、ラグビー部の。この辺もうすごい引っかかれて痛い。仕事してます。最近罪悪感出てます、母に対する。そう、罪悪感っていうのは悪いことしたから出るんじゃないんです。まあ、悪いことしようとしたりしそうになった時も出るんだけど、うちらは悪いことしないんで、まず。うちらって悪いことしないんですよ、基本的に。だから悪いことをしないうちらが罪悪感を感じるってことは、全部脳の誤作動です。ほぼ脳の誤作動、罪悪感は。だ、罪悪感感じてもやりたいことはやっていい。うちらが人間的に本能的に罪悪感を感じること、やってはいけないっていう、元からプログラミングされてることは、人を殺してはいけない、人を傷つけてはいけないぐらい。まあ、人を殺してはいけないで、まあ、それに派生する感じで、傷つけてはいけない、奪ってはいけないかな。奪ったり傷つけるのは結局死につながるかもしれないじゃん。人を殺すことにつながるかもしれないから。誤作動です。基本的に罪悪感と羞恥心は無視。私、罪悪感感じることほど、あ、罪悪感出てきたと思うじゃん。そうすると、あ、やろうと思う。むしろやる。だって、その罪悪感に縛られてんの。で、あと、恥ずかしいこと、これ恥ずかしいなと思うこともやる。なんでかっつうと、罪悪感、羞恥心が湧き上がるとやらないじゃん、それを。ってことは、それに縛られてんだよ。ってことは、羞恥心、罪悪感が湧いてもやっちゃえばいいじゃん。そしたら、もうそれに縛られてないことになるじゃん。えいやーってやっちゃうんで、ふざけんなーって感じ。だから、強い羞恥心、罪悪感が出ることほどやりますよ。だ、それが人を傷つけることじゃなかったらやっていいんだよ、全然。法律の範囲内で。まあ、法律なんか破れないでしょ、普通、うちらは。破んないでしょ。破ることないでしょ。やりたいことつい迷っちゃいますよね。迷っちゃってずっと行動を起こせない方は、考えない練習。考えたら絶対やらないことを考えちゃうんで、ネガティブな理由を探すんで、そういう癖がついてる方は考えないでやっちゃう。その時に役に立つ言葉は、考えたら負けだ。やりたいと思った瞬間に、考えたら負けだって動く。衝動的に動いちゃう練習した方がいいですよ。で、衝動的に動けるようになったら、一回待てをする練習すればいいんだから。待ては得意なわけじゃん。
ずっと待てをしてきたわけじゃん、これまで。だ待ては得意なんだから、できるようになってんだから、今度は衝動的に動く練習をすればいい。だ待てをするときと解除するときを使い分けられればいいんだから、それには待てをしない練習もしなきゃダメじゃん。で待てはできる、もう待ては自分でできる技術はあるんだから、で待てをするか行くかを自分でどっちも身につけたら、どっちか選べばいいの。まあその真ん中ぐらいでフラフラしてればいいの。フラ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 行き過ぎずにこうフラ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 してればいい。むしろ休む、むしろ家にいる私は。そうそうそう、だあのね、子供の時に、まあ、絵に描こうか早速。罪悪感は脳の誤作動、むしろやろう。そうそう、だって悪いことしてないのに罪悪感出てくんだよ。やりたいことやろうとしたら罪悪感出てくんだよ。何も悪いことしてないじゃん何も悪いことしようとしてないじゃん。絶誤作動に決まってんじゃん。むしろ待てができないタイプだから待つ練習してるそう、逆の人もいる。私はどっちもで、今はだから待てしない、今待てしない自分、待てを得意ですよ。だから私もずっと待てしてきたんで、だから衝動的な、だからその多動な自分を、昔多動だったんだよ。だから待てをできる、だから虚勢されちゃったから、学校生活とかで殴られたりしてさ、親とかにも待てを強制的に、だから猿を脅して芸させてるのと一緒な感じになっちゃったから、動けなくなっちゃったんだよ、もう恐怖で。だから昔の多動を取り戻した、 ADHD っぽい自分を取り戻したって感じ。それもでき、多動もできるし待てもできる。今だからどっちか中間、1日ぐらいしか考えないけどね、考えてもまあどっちかさ衝動だよね、今も衝動的。考えたら負けだ、考えたらいいです。だってさ、ネガティブに考えるようにもう洗脳されてんだよ、うちらって。考え方が自分を責めろ、反省しろ、批判的、自分を批判して生きろって言われてるわけじゃん。まあ、簡単な例で言うと、お前らは戦争で悪いことしたんだからずっと反省しろって言われてるわけじゃんだからそれが考え方じゃん、刷り込まれた、うちらが教えてもらった。だから考えたらネガティブに考えてやらないんだから、でもやんなかったらつまんないじゃん。じゃあどうすればいいかって言うと、考えなきゃいいんだ。だって考えたらネガティブになっちゃうんだから。確かにそうですね。私がやってみたいけど恥ずかしいことはツイキャス。あ、やりなよ、ミクさん。聞くよ。いや、聞くか分かんないけど。いや、切りないからさ、みんなに聞く聞くって言ってたら時間ないからさ。でも応援はしたいよ。のりちろさんに聞いたらいいね、のりちろさんに。のりちろさん人気者ですよ。いまだに首を引っ込めて心を殺してモラハラが通り過ぎるのを待つという態度が習い性になってると最近言語化できました。あ、いいね、気づくだけでいいの。気づけばね、なんとかね、無意識が勝手に方法を考えてくれるんで。ミクさん、私ツイキャスめっちゃやってますよ、楽しいからぜひ。のりちろさんのツイキャス見に行ったら、一回自由にやってる感じだから。人気者ですよ、のりちろさん。マジで心に野菜場より人気あるからね。うち、このチャンネル人気とかじゃないよね。人気ある感じじゃないね、私が。なんか学ぶ感じで来るからね、みんな。昔は全然動けないタイプだったけど、今は反動で動きすぎなタイプになってる。思い立ったらすぐ行動。ホリエモンもそうだよ。ホリエモンがそうだって言ってたんじゃなくて、ホリエモンの本を結構読んでみると、すごい子供の時にお母さんに押さえつけられてて、もうその恨みっていうかさ、なんでやらしてくんなかったんだよっていうのが超あって、今思いっきり動いてるって感じがする。それもある感じがする、ホリエモンの本読んでると。ちょいちょい出てくるから、お母さんとの話が、本読んでると。ミクさん、追加したらフォローします。お、じゃあとはやる大阪行きを考えています。いいね、旅行。心に野菜場より人気ではない。いや、でもツイキャスって分かんない文化だからね、私。あのさ、TikTok でライブやったらいいんじゃないかって言われたんだけど、 TikTok で投げ銭結構くれるからやってみなよって言われたのね。だけど、その TikTok やってる人紹介されたのね。そしたら若い女の子で、どう考えてもその女の子可愛いから見に来てるって感じで、全然違うじゃんと思って、私は投げ銭もらえませんと思うんですよ。その
この子がこんなにもらってんのよみたいな感じで、あの猫の猫関係の猫の預かり屋さんやってくれてる女の子がいるのね。その方がツイキャスやっててガンガン投げ銭もらってんの。若いから、若くて女の子だったら集まるか男が。私の周りのツイキャス民の人みんな優しい人だから守ります。なんでやらせてくれなかったんだよ。わかる。そうだ、ホリエモンはその恨みが未だにある感じがするよ。未だっつかわかんない、10年前ぐらいにしか本読んでないんだけど、ホリエモンのゼロゼロゼロだっけ、あの辺までは良かった気がするね。つかゼロが良かったのかな。あとはどうでもいいことばっかだ。せっかくお母さんとさ、ホリエモン子供の時旅行来たのね、東京に。なのにお母さんもこんなとこつまんないっつって、いきなりなんか群馬の方に新幹線乗って行っちゃったんで、群馬っていうか、ここも行きたいあそこも行きたいって考えてたのにってすごい泣いたせて、ホリエモン。そういう話が出てくるんだよ、よくあの人。まあこれが生まれたばかりのの心でもいい、まあ、ここに本能がある、本能プログラミングされた、あなた人間こう動きなさいよって、生き延びるためにこう動きなさいよって、だから例えば呼吸しなさいよ、ご飯食べなさいよとか、いろんな本能が、あとこうまっさらなんだよ脳が、もう最初生まれたばかりの赤ちゃん、そこに知識を詰め込まれるんだよ。でまっさらな状態な時に一番接するのと親じゃん。まず親の価値観が刷り込まれるんだ、だから親の教えで、その次に多いのが学校の先生とかでね、学校の先生、友達、まあでも大人の影響が強いよやっぱり。まあ先生も学校の先生、親も学校の先生もほとんど同じこと言うんで、どん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 刷り込まれて頭が埋まっちゃう。でプログラミングされちゃうの、あなたはこう動きなさいよ。だから善悪の価値観を刷り込まれちゃうんだよ、善悪で。この刷り込まれたこと、これが正しいですよ、これが悪いことですよって刷り込まれたことと違うことをしようとすると違和感が出るんだよ。それ認知不協和っていう、認知不協和。友達は多い方がいいですよって刷り込まれるわけじゃん、子供の時にね。だけど友達がいない、自分はおかしいんじゃないかって思っちゃうんだ。いや友達になりたい人いなかったら友達作んなくていいじゃん、じゃあ普通は。だけど親とか先生に友達は行った方がいいですよって刷り込まれてるから、それは言葉で言われてる場合もあるし、言外にも言われてんだよ。言外にもあるから、友達がいた方がいいですよっていう空気だったり雰囲気だったり、喧嘩ばっかしてるとあんたいけない子ですよって言われたりするでしょ。あと人をあの仲良くするべきですよとかさ、仲良くするべきですよっていうのを言外に言われてんだよ。で刷り込まれるじゃん、仲良くしなきゃ、人を好きにならなきゃいけないって刷り込まれるわけじゃん。そうすると嫌いな人がいると私おかしいのかもしれないになるの。いや認知不協和、その認知不協和を罪悪感だと捉えてんの、うちらは。認知不協和、コグニティブリーゾナンス、コグニティブリーゾナンスっていうの、コグニティブ、認知ね、認知科学ですよ。だから何かやろうとした時に、やりたいことを何かあって出てきたら、あ認知不協和が起きたんだな、親の教えと違うことをやろうとしたんだなって思う。ほとんど 90% 以上親の教えなんで、頭の中すり込まれてるので、その親の教えに縛られて生きてるから生き苦しいんだよ、生きづらいんだよ。そしたらさ、親の教えをぶっ壊せばいいじゃん、親の教えと違うことをすればいいんだよ。どうやって違うことすればいいかというと、罪悪感湧いたこと全部やればいいんだよ。そしたら全部親の教え、不必要な親の教えは全部破れるじゃん。破って慣れちゃうんだよ、そのな、 親の教えと違うことをすることに慣れちゃうと、どんどんあの罪悪感出なくなるから、そのモヤモヤが出なくなる。言いたいこと言い散らかしてるだけの配信。あと恥ずかしい、羞恥心、こういうことは恥ずかしいですよ、貧乏は恥ずかしいですよ、友達いないのは恥ずかしいですよ、服がボロボロだと恥ずかしいですよ、おしゃれしないと恥ずかしいですよって刷り込まれてるわけです。それと違うことすると認知不協和。認知っていうのはだから考え方。認知っていうのは認知と行動だから、考え方と行動がずれると認知不協和が出る。だからタバコは体に悪いですよと思ってタバコ吸うと認知不協和じゃん。タバコは悪いから吸ってはいけませんってあるのにタバコを吸うわけじゃん。認知不協和だから、そのために罪悪感湧くんだ。認知と行動がずれるとその罪悪感らしきものが出るんだけど、それは罪悪感じゃないんだよ、ただの認知不協和。人間っていうのは考え方と行動が一致しないと気持ち悪くなるようにできてる。それをみんな罪悪感だと思ってる。お母さん、のりちろさん言いたいこと言えない性格なので喋る練習したいです。のりちろさんって言うと多分喋れるよ、どんどん。みくさん少しずつ行きましょう、大丈夫。そう、友達になりたい人がいない場合は作らなくていいですよね。高校生の時悩みました。
ずっと本読んでねえんだよ一人で。休み時間なんか、休み時間ぐらいじゃん、だって友達と喋れんのって。その間友達なかったら本読んでればいいし、弁当だと一人で食べた方がいい。言いたいこと言う練習配信って趣旨でやり始めてもいいかもですね。あ、そうだね、レコグナイズのコグですかね、コグニティブ。あ、そうかもしんない、わかんない、それは思って考えたことなかった。レコグナイズって気づくとかだもんね、認めるとか。コグニティブって認知だよ、認知。コグがなんか意味するのかもね、わかんないけど語源を調べたら。宇宙さん優しいです、素敵なアイデアですね、言いたいこと言う練習配信ありがとうございます。だから子供の時、子供の時って親と先生に認められることが全てなわけじゃん。親に見捨てられたら大変なんだよ、ご飯食べれなくなるし、住むとこもなくなっちゃうし。だから親の考え方に従うしかないんだよ。子供の時は親の教えに従うことで報酬を得られるんだよ、生き延びられるっていう。あと承認欲求を満たされる、褒められて。だけど大人になったら従う必要ないんで、自分で生きていけんだから。親の教えに従わなくて、だからどんどん中学生ぐらいになったらどんどん親の教えが破っていった方がいい。あれ、ペンの入れ物どこやった。さあ、そういう感じですね。だから私も動画で恥ずかしいこと結構してるじゃん、なんかコスプレしたりとかさ。恥ずかしいなって思ったからやってんだよ。恥ずかしいと思ったことほどやろうと思ってるから、うわこれ恥ずかしいわ、だからやるんだ。なんでかっていうと、その恥ずかしいって気持ちに縛られてるから行動範囲が狭まるわけじゃん、行動できることが少なくなるわけじゃん。だからそれをぶち壊したいから、あこれ恥ずかしいな、バカにされるんじゃないかなと思うことほどやるんだよ。でそれに縛られない自分を作っていく。で罪悪感感じたこともやるもん絶対。で空気を読んでぶち壊すみたいな感じだ。うんちしたなあ、奈々ちゃん、うんちくせえな。お、のりちゅうさんありがとうね、写真後でアップします。親のモラハラ論理すり込み強烈です。言語ができただけでマシですかね。恥ずかしいこともっとしなくちゃいけないかな。だからあの親の価値観に縛られてるなって気づいたら、親ががっかりするようなことばっかやった方がいいね。つうか、まあ親ががっかりすることやろうってことがちょっと目的化しちゃうと、やりたくないこともやっちゃうかもしれないから、まあ最初それでもいいんだけどね。とにかくもう親に諦めてもらうっていうか、自分のこと、こいつは何言っても無駄だなって思われるのがいいんだよね、親にね。支配的な親から。あとはもうぶっ飛ばすぞって言ってった方がいいよね、親には。調子乗ってるとぶっ飛ばすよって。うん、だって親なんかどんどん弱るんだからさ、こっちの方が強くなるに決まってんじゃん。それ分かってんのって脅してった方がいいよね。あっちが脅してきてんだから。かわいそうだよ、うちの父親なんか。散々私のことぶん殴ってきたんだから、今もうビクビクしてるよね、多分ね。ぶっ飛ばされんじゃねえかって。かわいそうだよね。だからさ、本当思ったのが、絶対こっちの方が強くなるじゃん、いずれ。なんで殴れんの、子供って思っちゃうよね。絶対殴れないよ、絶対仕返されるに決まってんじゃんと思うね。IQ が下がってんだよね、そういう時ってね。あ、これは得策じゃねえなと思うじゃん、殴ること。普通に考えたら砂かけてないと臭いですよね。なんかうちの砂じゃなくてね、あのね、ヒノキチップスなんですよね。で少ないから量が。でもしばらくすると落ち着くんですよね。乾いてくると臭くなくなる。まだ怒ってくれる親だとやりやすいんで、反抗しがいがあるんだけど、かわいそうな感じになる親もいるから、うーって調子悪くなったり、それがきついんだけど、それもね、無視しないとダメだね。親は親で自分のことを幸せにしなきゃいけないわけだから、こっちが気遣って、親に気遣って生きて機嫌取る必要はないんだから。そうだ、ちょっと待って、宣伝しなかったね、まず。素敵なホームページ、のりちろさんが作ってくれたホームページがあるんで、エバッチのこと丸わかりホームページで、エバッチの活動を支援するショップ、まあ、ちょっとたまに出せばいいか、連続で出してもね、見れない、ね、さあ、どんどん、さあ、久しぶりの人のコメントも大歓迎、久しぶりのコメントも大歓迎だよ。あと
やりたいことをやろうとした時に怖くなる、まあ、怖ければ怖いほどやる意味があるんだよ、やる価値があるんだよ。なんで怖くなるかっていうと、その行動を起こすと自分が大きく変わっちゃう可能性があるから怖いんだよ。でうちら変わりたいわけじゃん。だからそれをやるのが正解じゃん。現状に不満があるから行動を起こしたいわけで、で現状の不満を変えるために行動を起こすんだから、恐怖心は湧くのは当たり前なんだよ。だから怖くないことをやっても絶対変わらないんだよ、人間って。怖くないことっていうのは自分が変わらないことだから、その行動を起こしても結果が読めてるってこと。だから怖くないこといくら経験しても意味ないんだよ。変わらない、意味ないつか変わらない。土曜日に忘年会ってことはエバトモライブはお休み。いや、やるよ、お昼よ。明日だよね。あれ明日金曜か。明日やるやるよ。夜だから忘年会は。早く帰ってくる。ちょっとシミュレーションしとかないと。久々に会うからさ、みんなと。みんなは会ってんだよ、多分年1回とか。あとゴルフとか行ってるからさ、仲いいからみんな。あ、尻尾出てきた。私はなんか5年に1回ぐらいしか行かないんで、まあ10年ぐらい会ってない時期とかもあるし。前回行ったのがアメリカにいる時、一時帰国した時だから、もしかして、あ、10年ぶりぐらいだ。10年ぶりぐらい。10年ぶりだってことはなかなか返してくれない可能性があるから、でもそれでも早く帰る練習しないと、シミュレーションしとかないと。お酒飲めないからさ、そんな今。さやさんこんばんは、こんにちは。ライブやりたいなと思って、だからみんな酔っ払ってるとこラグビー部で、ちょっとライブ やらしてよ、いいいいっつって撮って、ちょっと見てもらいたいな、みんなに。10分ぐらいできたらいいね。多分ろくなこと喋んないで、みんなちょっと回して、なんだこいつらと思って消しちゃうと思う。寝ましたね。寝始めた。土曜は多分ね、何か荷物が届く可能性もあるから、開封の義務やるかもしれないし、あとコメント見ない読まないライブ全然やってないからね。昨日もやろうと思ったんだけど、気がついたらあのエヴァ名言作ってたわ。エヴァ名言のあの画像作ってた。強い恐怖心。飲み会で帰りたくなった時のいい感じの帰る理由は何がある？いや、猫がいるからって。猫へ餌あげなきゃいけないからっつって。あとは、いやもう暇じゃねえんだよとか言うよ、私は。暇じゃねえんだよとか言って。あとは、じゃあおごってくれんなら行くよとかさ。で行くじゃん。で1杯目飲んで2軒目でトイレ行くふりして帰っちゃう。だってどうせおごってくれるって言うんだから、お会計までいなくていいじゃん。だから5000円しか持ってきません、私。やはり1軒目で5000円以上行く店とか行くのかな、分かんないよね。この年、私が超貧乏なわけじゃん。高校生よりお金持ってないんだから、どんな店連れて帰るか分かんないね。みんなだってそれなりに仕事していい地位についてるから、お金持ってるはずなんで、私よりは。高い店とか行くのか。確かに、おごってくれる前提なら最後までいなくていいね。そうそう、だからトイレ行って帰っちゃうよ。行かねえよっつって。1時間行ってあっという間に終わっちゃうじゃん。はい、時間ですって言われちゃうから。2時間制とかのとこ行くと、あの年末とかで、なんかうわって、なんか変な、料理もあんま美味しくないし、ビールもなんかぬるかったりとかで、あっという間に終わっちゃうんだよ、忙しくて。1軒目ってその予約するから。で2軒目行くとこで大体落ち着けるんだよ。ここ入るかみたいに入るじゃん。でそこでやっとみんな喋れんだよ、多分ね。1軒目なんかさ、私どこ行っても久しぶりなんだよ。もう質問攻めだもん。ずっと質問されんだよ、2時間。どうやって YouTube でどうやってお金が入ってくんのとかさ、何してんのとかさ、結婚してんのとかさ、彼女いんのとかさ。え、彼女いんのじゃなくて、彼女何人いるのって聞いてんじゃないのとか言うけど、そうやってごまかして帰ってくる。私は庶民感覚です。私も庶民です、感覚も。ともともさん、こんにちは。まあ行ってみないと分かんない。あとちょっと抱っこしてもらいたいってのがある。抱っこでっかいんで、みんなラグビー部だから、これ抱っこしてもらって、それ写真撮ってほしい。それが果たしたらもう帰ってくる。感覚がもう分かんないからな。どんなこと喋ってたんだろうとか。私とか言っちゃう。私とか言っちゃうんだよ。え、私って、俺とか言うじゃん、友達と言う時で。私って出ちゃうんで、ずっと私って言ってるから。最近バッチが抱っこの毛されてるとこ見たいね。見たいね。あの、抱っこしてよって言ったら、抱っこしてくれるって言ってたから。なんで今回忘年会行くことになったかというと、たまたまいつもよく行くスーパーで同級生とばったり会ったんだ。あー、見つかっちゃったと思って、
セリアにいる時に見つかっちゃって、おおって言われて、いきなり写真撮られて、パチって撮られて、あのラグビー部のグループラインに送ってたよ。エバト捕獲って、エバト捕獲、あ捕まっちまったぜって捕まっちまったぜって、であの LINE 教えてくれよって言われるわけだ。教えたくないじゃん。で教えたくないから、いや LINE っつってたら、めんどくせえんだろって言われて、めんどくさいっすっつって、あの教えずに済んだ。うん、分かってくれた、めんどくさいって。暇じゃねえんだよってことな、こっちは。地元でみんなの、君らのことを知って、君らの情報入れてもしょうがないからって感じ。君らが何してるか知りたくないしって何年かに1回教えてくれればいいからって、おっきな動きを。うん、だから LINE 教えなくて済んで、まあ使ってないんだけどね、個人の LINE はほとんど。あの通知来ないんで、1ヶ月とか見ない時あるから、ちょっと1ヶ月後に気づく時とかあるんだよね。繋がってる人から来てる時、連絡来てる時ある。そうそう、それ会った時に見つかって捕獲されちゃったから、じゃあ電話番号教えてって言われたからさ、まあしょうがねえなとしょうがねえなって、これこ普通電話番号教えねえんだぜ俺って、人気者なんだからって、みんな教えないだろっつって、視聴者さんに言って、もう教えて、一人絶対みんなに言っちゃダメだと、だから教えないっすよ、嫌だから変わってくるの。だその一人だけが知ってるから、その人から連絡来て、忘年会どうって、じゃ行こうその代わり抱っこしてねって言う、抱っこしてねって言ったら抱っこするって言うから、だから行く。笑い、エバスさんが抱っこされるとこみたいです。あのね、下手したらね、胴上げとかされちゃったらこう危ないんで、むちゃくちゃみんな力あるからさ、悪乗りとかするじゃん。ういうわっしゅーとかやっぱらってやったら大変なことになるよ、それ落とされたら。ちょっとあの悪ふざけさせないように気をつけないとさ、あの体育会系なんでね、あの人たちは、私以外は昨日1年前のエバトモライブ見せたら、エバッチがフォロワーさん増えて収益が増えたらいろんな人に会いに行けるって今と変わらないこと言ってて、やっぱりエバッチは本物やと思った言ってた、よかった、一緒のこと言ってて、よかった、収益上がったら絶対キャバクラ行きたいんですって言ってなくてよかったわ。キャバクラ行ってすげえ俺って稼いでんだぜって自慢したかった、自慢したいんですよって言ってなくてよかったわ、マジよかった、うん、うわー危ねえ。飲み会は男性だけ、 あのね前はマネージャーいたよ、マネージャーが3人いたんだけど、10年前行った時は2人来てた。でももうね、前15、6人いるんだけど、同期のラグビー部がで、マネージャー合わせて18人とか、だから20人近くいるんだけど、前回行った時10人ぐらいしかいなかったから、マネージャー合わせて、でもうね、毎年やってんだけど、もう全然集まんないよっつって、5人ぐらいしか集まんないよって言ったから、だからマネージャーも来ないかもね、だから男だけの可能性がある。キャプテンは絶対来るでしょ、キャプテンは。でそのこの前あって捕獲されたでっかい人、190センチある、あと地元小学校から一緒のやつが一人いるんだけど、そいつ、あいつは絶対連絡取れねえんだよっつったな、みんな。もう男だけの可能性が高いね。マネージャー一人だけ来ても気まずいもんね、女の子一人。まあ慣れてんだろうけど、マネージャーだったから抱っこの件の切り抜き動画見せて、これと同じことやってってお願いしよう。抱っこの、新抱っこの件にする？抱っこの件にしてもらう？やんないよ、恥ずかしがって。抱っこの毛、抱っこの毛って私が言うしかないよ、多分。まだ引っ越したいって言ってたよ、もう叶ってるね本当だ引っ越したい、猫飼いたいしたら邪魔され始めたからね。コロッと変わった人たちがいたよね。あのね、ライブやって LINE で繋がると本当いろんなことわかるよ、人間が。あ、こうやって変わるんだとか、こういう人はこうなるんだとか、このタイムはこういくんだとか、むちゃくちゃいろんなことがわかる。攻撃のパターンがすごい分かってくる。そうそう、そうそうはどこに、そうそうなんだろう、あの女の子一人だけ来たら気まずいかなってやつかな。邪魔されることでそのまま進めってことだなって今もう。そうそうなんだよ、邪魔されたイコールあいやれ、もっとやれもっとやれってことだっていう。あのなんかさ、
モラハラチックに邪魔してくる人いるじゃん。こういうことをあなたはこういうことを言ってますけど、それはいかがな、大人としていかがなものなのでしょうかみたいなこと言ってくる人いるんだよ。あ、もっと言おうもっと言おうと思うよ。もっと言ってやるわって、うん、毎日言ってやるわと思う。毎日だってさ、それ言ってほしくないんだよ、その人は。そういうことをだから言ってくんじゃん。やめさせようと思ってコントロールしようとしてくるわけじゃん。ってことはさ、相手の弱点をこっちは知っちゃったことになるじゃん。言えば言うほど相手は痛いんだよもうそういういじめ、逆いじめになるんだよね。だこっちもね、おばさん引っ越したいって変わる人は何なんですかね。なんかだからちょっと下に見てて、あ、この下に見てて楽しんでたっていうリスナーさんなんだよ。私を下に見て、この人よりはマシだなみたいな感じで見てて、それをその優越感で楽しかったっていう、ちょっとバカにしてんで、コメントも常にチク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 くんだけど、あ、これはチク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 来る修行だなと思って聞いてたんだけどね、最初はね。チクチクなんかやっぱ問いがあるんだよね、イライラしてるから。そういう人って愛がないの。本当に悪いことって人間はできないようになってるって考えたら、邪魔されるようなことってほぼないはずだよね。そうよ、人を殺そうしたらすっごい強い、あの罪悪感が湧くようにできてんだ。できないようになってんで、普通は。それをできちゃうってことは、お酒飲んで感覚が麻痺してたりとか、あと煩悩に超振り回されてる、囚われてる。お金、女、男の場合はね。チクチクわかる、チクチクわかるよね。なんかさ、普通に淡々と言ってるようだけどさ、トゲがあんだよ、こいつこいつでさ、反論もできない程度のチクチクなんだよ。私がそれで怒っちゃったら、もう大人げない、ほんと大人げないあんた、みたいなことを。超うまいんだよ、そういうのが。超うまいの、超うまくて、だ、怒れなかったんだよ、昔。だけど今その、あの解決策が分かりました。怒る大人げなくてもいいから怒る。そういうの嫌いだからっつって、うん、いや俺子供でいいからっつって、そういうのムカつくんだって普通に言う。不愉快だからって。そうしないと、相手はだから子供みたいとかさ、大人げない、なんだろう、 なんだっけ、あの私の批判するところに書いてあったの、実力不足とかさ、実力不足とかさ、うん、そうそう、そういう風に羞恥心と罪悪感を煽ってコントロールしていくんだよ。だからそれこそ羞恥心罪悪感なんだよ。人間をしつけるって羞恥心と罪悪感でしつけるんだよ。だから羞恥心罪悪感で出るってことは、誰かにそうやってしつけられてんだよ。社会的価値観だったり、まあ、社会的価値観だったり、親の教えだったり、先生の教えだったりとか。だから そういうのに縛られたくなかったら、恥ずかしいと思うことほどやってぶち壊していっちゃうべね。そういうね、自分を縛るものぶち壊していっちゃう、関係ねえぜって。邪魔されたことは進めって共感できます、のりちょろさんね。おばさんは何をしちゃいけないってめったに言わないのが優しいなと思います。言わないです私、何も一言も言わないですよ。あの悪口言わないでね、 言ってはいけませんって言ってないよ。言っていいんだよ、私の悪口も許してるからね、みんなに。言うけど悪口言う人好きになれないじゃん。だから正当な反応するよ。まあ逃げたり、悪口言う人からは、で執着してきたらぶっ飛ばすし、それが正常な反応じゃん。だ、言っていいよって。その代わりこっちも とことん行くよって。何も止めないよ、人のやること。江場さん本気に応援してなかったんですね。応援されてる感じは全然しない、うん、その人たちは。なんかね、変な感じするんだよ、支援とかされても。なんか変だなって、嬉しくないの、心から喜べないんだよね。でもさ、お金もらってる以上さ、なんか文句言えなかったりするじゃん。そこをついてるっていうのもあるんだよ、多分。で、あ、これ以上支援受けたらやべえなと思うから、途中でやめるんだよ、こっちは。あ、やべえ、支配されるって。だから返せる範囲のお金は返してるからね。今サボり中、こんにちはに。近藤さん、こんにちは。いつはエバスさんに意地悪な人だったんですね。そう、意地悪で、意地悪、なんかね、やっぱ損得感情で近寄っていくんだよ。やっぱりなんか邪魔したくなるんだよ、楽しそうにしてる人見ると。占い師にカバー儲からないってことは儲かるって意味ですか。それは分かんないね。それはあれじゃない、占い師にも分かんないよ。まあ儲かる儲からないより、好きだったらやればいいんじゃない、佐々木さんの場合は。好きでやってんでしょ。株式投資でワクワクってしたのに、儲かるからワクワクしたわけじゃないですよ、佐々木さんは。その分析とかは好きなんでしょ。で、儲かったらさらにラッキーって感じじゃん。そっちの方がいいよ。儲かるからお金儲けのためにやっちゃうと楽しみが減るからね。だから思うと、もう株がしたいからバイトするって感覚でもいいじゃん、仕事するとか。
ノルチロさんまた消えました、コメント。 This message is held for review になって。いやですね、楽しそうな人、邪魔する人。そう、なんかさ、昔の友達と会うと一番困るのが、昔の自己イメージに戻そうとする人がいるんだよ。昔お前そうだったよなみたいな、こんないいこと言ってないから、昔で、昔お前何言ってんだ、お前って最悪の人間だったじゃないかって戻そうとするんだよ。それやられるとめんどくさいんで帰ってきますね。ノリチロさん AI に嫌われてるね気になるわ、何言ってたのか。まあでもね、この年になってみんなね、大人になるんでね、同級生も変ないじりはしてこないと思う。あ、いますね、昔に戻そうとする人いるよね。だから、あ、じゃあそれも絵に描こうか。ちょっとその前はトイレ行ってくる。ワフさん分析そうで、自分が選んだ銘柄が上がらないですが、長期目線で買ってます。そう、佐々木さん純粋に好きなんだからさ、その好きを維持、いかに維持するかを考えた方がいい。その好きを維持することの最大の邪魔になるのが、儲かるか儲からないかっていう損得感情だから。よく変わったらいいじゃないですかね。ねえ、うんち、うんちではないですそして親戚も貸し戻すばっかりで縁を切りました。まあ、あのね、親に多いよね、そういうの。親とか、あの家族とか。うちの母親だって、まだ未だに信用しないもんね、私がね、人に尊敬されてるってじゃあ、付き合うべき人、付き合ってはいけない人、付き合わない方がいい人を説明しましょうか。これが現在のあなた。現在のあなたで、あなたはこっち、未来の自分、もっとハッピーになってる自分を想像して生きてる、こっちに向かって。で、これ過去の自分。過去の自分からもうちょっと良くなってるわけじゃん。で、さらに良くなろうって前を見て生きてるわけじゃん、こっちに、こっち側に。未来に向かって。で、ここで人と会ったとするじゃん。ここで人と接する。昔の友達かもしれないし。あなたがここを見て目指してるわけじゃん。もっとより良い人間になろうと思って生きてるじゃん。で、その未来のイメージを見てくれる人、見てくれて、あなたなら絶対なれますよって応援してくれる人と付き合うべきなんだよ。で、そういう人と付き合うべきなんだけど、多くの人はこっちを見るんだよ。過去の自分を見て、お前ってこういう人間だったよなって。今の自分をこっちに戻れよって。こっちの自分に戻したがるんだよ。そういう人とは、付き合う意味がないです。で、あなたが付き合うべき人間は、未来の自分を信じてくれる人。君なら絶対できるよって思ってくれる人、頑張ってねって応援してくれる人で、それが親であろうと友達であろうと、こっちを信じてくれない人とは付き合うべきじゃないから。友達とかそういうカテゴリーが意味ないもん。友達、家族とかそういう分け方が意味がない。親戚とか恋人とか旦那さん、夫、配偶者、そういう分け方じゃなくて、誰でもいいから、ここを見てくれる人、ここを見て絶対そっちに行ってねって応援してくれる人、心から一緒になってワクワクしてくれる人と付き合う。もう論外だよ、こっちに戻そうとする人。お前過去こういう人間だから今もこっちに戻れって言ってくる人はもう論外なんで、化石ですか、あなたは。何年生きて、まあすごいねって、同じ年数生きてるのにまだそんなこと言ってんですかみたいな。何をやってきたの今までって思う。そう、これが付き合うべき、付き合ってもいい人、あんまり付き合わない人がいい、付き合わない方がいい人の分け方。このさ、またね紅哲子さんと友達になると楽しいです。そうなの、要は応援しない人は付き合わないってことです。そうだ、このチャンネルのもそうなんだよ。応援してないなこの人と思ったら、私なんか嫌だもん。私普通になんかどっかでバカにしたいんだなとかさ、そういう人は普通に言うからね、バカにしてますよねって。人は変わっていくものですよね。だからさ、多くの人ってさ、 YouTube でお金儲けしようとか人気者になろうとか思ったりするじゃん。だからさ、そのさ、はっきり言えないんだよね、もので。はっきり言えないだろうと思ってさ、匿名で文句言ってくる人がいるじゃん。そういう風にバカにしたりとか、私普通に言い返すんで、言い返すっていうか、普通に、いや、そういうの不快なんでつって、近寄らないでくださいって普通に言うから。そんな、そういうなんかさ、気に入らない人と付き合ってまだお金稼ぎたくないんで。さあ、ホワイトボードの講義。なんでここで髪をこう分かれんの今日。うん、先ほど飲んじゃえばふさん失礼しましたなんで大丈夫よ、おしっこしただけだからね。あ、いいね、グッド、高評価してくれたら嬉しいですって入れてないね。
ょっと今のうちにタイトル入れとこうか。人間関係の選び方。人間関係の選び方したら分かりづらい？付き合ってはいけない人間の方がいいか、ドキッとするかするの。付き合ってはいけない人間とは。あと何喋ったっけ？さっき何絵描いたっけ最初。あ、罪悪感は脳の誤作動って入れとこうか。罪悪感羞恥心。グッド、ありがとうございます佐々木さん。元に戻そうとするのはダメですね。そうだから私はこういうこと多分さ、昔の人に喋るとするんじゃん、飲み会とかで。みんな絶句するよ。え、何言ってんのお前みたいな。それよりお前万引きしに行こうぜとか言うと思う多分。今日も神回。いや今日も神回だわ。またすごいこと教えちゃったわ。他の配信者さんもお金で支配するリスナーは切ってるって言ってたな。やっぱいるんだね。あのさ、支配しますよって来るんじゃないんだよ。感じるんだよ、じわじわと。変えようとしてるねこの人みたいな。あのね、いろんなね、いろんな苦しめられ方があるよ。こんなにバリエーションあんのかっていう。あの、ね、やっぱ配信やってるとすごいいいよ。こうやって人を苦しめるんだみたいな。パッシブアグレッシブのバリエーションがむちゃくちゃ多い。だってさ、心に優しいって言ってる時点でさ、心に優しくないことってやりづらいじゃん。優しくないことってできづらいじゃん。だからお前ムカつくぜ、ぶっ飛ばすぜとかやりづらいわけじゃん。だそこをついてくるとかさ。まあその前髪朝キキタンに分けられたの。キキタンかね、キキタンにやられたかな。今日も痛かったな顔。イーさんこんにちは。あのさ、私は傷つきましたジャンキーって知ってる？まあ今は名前つけたんだけど、私が傷つきましたジャンキー、もうジャンキーになっちゃってんね。それの誰と話してもあの人にこうやられて傷ついた、この人に言われてこう傷ついた、なんで傷ついたってエツに入ってんだよ。もうジャンキーになってんだよ。もう傷つきジャンキーになっちゃってる人いるよね。どう考えてもいい人と接してるはずなのに傷ついたこの人に。だ私に対してもライブで私に向けてこういうこと言ってますよねとか言って傷つきましたとかさ、うん、そういうのもいる。傷つきジャンキーもずっと傷つきジャンキーやってるからさ、人のこと好きになれないじゃん。だから断ち切らなきゃいけないんだけど、だ思い切った作戦をこっちは取るんだけど、それやるとまた傷つきましたで来るから。そんなこと言われると思いませんでしたとか。最近趣味のグループの幹事役が趣味の上達を盾に羞恥心で支配しようとする人で恥知らずだなと思いました。さすがです。マリさんの方がだから IQ が視点が上なんでね、そういうことするのが恥ずかしいんだよっていう、さらに上から見てる。エバスさん、人の成長を止める人は付き合わないのが一番ですね。と付き合わないのがいいんだけど、やっぱね、できないんだよね結構ね。あの孤独にビビってるから、みんなそれをやると結構一人になるんだよ最初は。それをビビってなんか全然自分を応援してくれない人、足を引っ張るような人と付き合っちゃったりするんだけど、そう、勝たなきゃね孤独感に。でもともと孤独なんで、人といても人といなくても人間は孤独なんで、それに気づけば物理的に人といるといないとかあんま気にならなくなるんで。傷つきジャンキーは接客すると治ります。接客って働いて、傷つきジャンキーはね、もうね、言われたらそうですかしか言わない。私、あ、そうなんですねって大変ですねって。被害者意識高いの？あのね、こういう風に傷、私はこうで、こういう常に何かされてんです、兄弟とかにこうされてるんです、なんとかです、被害者のふりするんだけど、本当にかわいそうですねって言うと怒るんで。だから本当の被害者だとは思ってないよね。だからその被害者のふりして無意識か意識的かは別として、多分無意識にほとんどの人やってるんだけど、そういう自分を上から見入れてないんで、そういうことやってる自分を、大抵の人は。わざと私、本当かわいそうですねって言うのね、ちょっとびっくりするよ。本当にひどいこの人みたいな。いやいや、だって自分でかわいそうって言ってんじゃん、だから共感してあげてるだけじゃんってこっちは思うんだけど。だから結局は なんで怒るかっていうと、本当に大変ですね、本当にあなたみたいな優しい人が被害者になって本当にひどいですね相手はって言ってほしいんだよ。だ結局は気持ちいい言葉引き出すっていうね。だ傷つきジャンキーは気持ちいい言葉引き出すためにやってるから、だから そうはいかねえよこっちはってやる。自分でかわいそうって言ってんだから私もかわいそうって言っちゃうよって。だってそれでそのパターンをぶち壊さないと永遠にやり続けるからね、その人。
どん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 周りにいる人たちのエネルギー吸い取っていくからね、そうやって。まあ本人はそれをずっと一緒やり続けてもいいんだけど、明らかに、まあ、人はいなくなるよ。私も例外なくいなくなるよって、それずっとやられてたらと思うじゃん。だって普通の人間だから。コンビニとかスーパーで接客です。なるほど。人の良くなるのを邪魔する人は何でするんですかね。寂しいんでしょ。だから一緒ぐらいだと思ってた人が先行っちゃうと寂しいじゃん。だから戻って戻ってって、そんな感じ。私も以前は自分の傷ばかり見ていましたが、人の優しさや愛情に目を向けることで変わっていきました。素晴らしいですね、ミクさん。素晴らしいです。かわいそうだね、だと怒るの。あ、だからかん、まあ、うちの母親はそうなのね。またこれ大変で、もうなんとかなのよ。ほんとなんとかなって、ずっとぐちぐち言ってっから、ほんとかわいそうだよねって言って、超キレスだよ、うちの母親。あっみたいな。だって自分でかわいそうっつってんじゃんっつって。ほんと、自分で不幸だっつってんじゃんっつって。だから、共感してあげてるだけだよっつって。で、あ、絶対そういう人間にはならないと思った。ほんとありがとうね、教えてくれて、とか言っちゃう。それで気づく人は気づくね。あ、私傷つきジャンキーやってるわって気づく人は気づくんだけど、それで私のことを今度恨むっていう、傷つきジャンキーを、新たな傷つきジャンキーのターゲットが私になる可能性もある。それで、あ、ハッとする人もいるんだよ。で、一か八かでやるんだけど、まあ別に私嫌われてもいいんで、恨まれてもそれ言っちゃうんだけど、大抵の人はさ、やっぱさ、こいつちょっとやべえなと思うから、適当に、あ、大変だね大変だねってさ、心にも思ってないことを言って、ちょっと距離取るんで、みんな、うん、私の場合は爪痕残すね、ちゃんとガッて。ほんとかわいそうですね、ほんとあなたみたいな人間にはなりたくないと思いましたよって言ってあげる。え、だって自分で言ってんじゃんってなる。なんで怒ってんの、自分で言ったんじゃんって。そうそう、チヤホヤだけさ、チヤホヤされたいだけ。爪痕ガッと、爪痕だから、私のこと一生忘れないよ、いい意味でも悪い意味でも。一生恨む、一生っていうか、乗り越えたら恨まないけど、意味がちゃんと愛を込めて言ってんだよ、変わってほしいと思うから。それでずっと恨んでる人いると思うよね、多分ね。恨む人が結構多くて、稀に、だから稀にっていうか、あの時のあのことはこういうことだったんですねって分かったって連絡来る人いるよ、5年後ぐらいに。だから多分分かった、乗り越えたんだよ、それ。傷つきジャンキー、そういう人は気づいたんだよ、客観的に自分を見れるようになったんだよ。でさっきのさ、マリさんが言ってたけどさ、お前は恥ずかしい人間だ、お前は恥ずかしい人間だって言ってくじゃん。でも俺は恥ずかしくないぜ、お前は恥ずかしい人間だって言ってるイコール俺は恥ずかしくないって言ってるのと一緒じゃん。それを客観的にこう見たらさ、その人のやってることって恥ずかしいじゃん。あ、俺恥ずかしいわ、外側から見たらって分かるわけじゃん。そういう風に見れるようになると、その行動をやめるわけじゃん。お前は恥ずかしい人間だぞって言い回るのはやめるわけじゃん。良くなってる人に憎しみをむき出しにするのはなぜなんですか。むき出しにするってのもすごいね。正常ではないね。本人に聞いてみないと分かんないんだけどね、そういうの。でも本人も分かんないんだよね、そういうの。なんか気に入らない。自分も未だにチヤホヤされたい気持ちがあります。気をつけないといけないです。心得ます。だからチヤホヤされたいと思ってもいいんだけど、チヤホヤされたいんだったら本当に魅力的な人間になればいいだけじゃん。本物になればいいだけじゃん。そしたらちゃんとチヤホヤされるわけじゃん。尊敬されたいんだったら本当に立派な人間になればいいだけじゃん。で、そういう努力をしないで、日々の鍛錬をしないで、尊敬される言葉だけ欲しがるわけじゃん。それがもううざいんだよ。うぜえなって、お前の子なんか尊敬できねえわって。尊敬できない人間に尊敬しろっていう、俺を尊敬することを言えよっていうさ、プレッシャーをかけられるわけじゃん。そんな辛いことないよね。嘘つかなきゃいけないんですかって言いたくなる。あ、これもいいね。おい、俺はもっと尊敬しろよみたいなこと言われたら、え、嘘つかせるんですか私にって。だって思ってないっすもん、そんなことって。クズだと思ってますよ。なのになんか尊敬してるふりしなきゃいけないんですかって言ってあげてもいいかもね。なんで言ってあげたらいいかというと、多分そういうこと絶対言われないんで、そういう人は地位とか役職とか、そういうのを、年上とかそういうのを利用して言ってくるん で、私が一番ペーペーで一番下っ端の時に上の人に言ってあげちゃったらいいんでね。得意ですよ、そういうこと言うの。バクさん、ありがとうございます。どういたしまして。なんかテクニックを知りたがる人が多くて、いい人に見られたいとか、好かれるためにはどうすればいいことだじゃなくて、魅力的になればいいだけじゃん。なのになんかテクニックがあるんじゃないかっていうさ、一番簡単な方法をやんないんだよね。
いい人だと思われたかったら本当にいい人になればいいだけなのにさ、いい人だと思われること、テクニックを学ぶことが目的化してるとか、そういう人が多いよね。ん？ここに飛んだ。あのね、人に好かれるためにはね、人に好かれるってことは多分誰かには嫌われてんだよ。嫉妬されるし、その魅力的なところが当たり前のようにすごく自分ができてることに魅力が出るわけじゃん、生き生きとしてやってること。それをできない人が必ずいるんで、そういう人の中にはよしあいつの足を引っ張ってやれ、調子乗ってるぜって思う人が絶対いるんで、絶対嫌われる、絶対っていうか嫌われると思ってた方がいいよ。誰かには、人に思いっきり好かれるためには、だからまずはで嫌われ、自分を嫌いな人から現れてくるんで、好きな人ってあんま出てこない、好かれててもあんまり好きですって言われないから、嫌いな人は結構あなた嫌いですって言うから嫌いな人がうじゃうじゃ出てくるけど心配しなくて大丈夫です。嫌われれば嫌われほど好かれて、好いてくれてる人もいるんで、絶対それが目の前に出てこないだけだから、潜在的にはいるから、影で好きな人がいるからって大丈夫。かわいそうでしょアピールしてくる人にむちゃくちゃ苦しめられたんで、昔やっぱ人の話聞くタイプだったから、ずっとやべえってほんとくたくたになる毎日で、これどうしようかなって言って編み出した方法が本当にかわいそうだねっていうことだって編み出したから、経験から学んでるから、これ教科書に書いてないから、心理学の本読んでも出てこないから、こんなこと。ついてくれる人は控えめだね。そうよ、だから尊重してくれるから、そんな好きです好きですって、好きですしてくしですガンガン来る人って自分のことしか考えてないじゃん。結構本当に好いてくれる人ってこっちの都合とか考えてくれるから、結構控えめで空気読んでくれたりするわけじゃん。でも嫌いな人ってのはもう攻撃せずにいられない状態になってくるわけじゃん。嫉妬してる人とかさ、だからどんどん出てくる。好きですって人はいるんだけど出てこないんだよ。だから目の前に来てくれないんで、あんまり妬まれてたりして大変なことあります。いや妬みってさ、自分が妬まないわけじゃん、そんなに。だからさ、こんくらい大丈夫だろうと思って出すとさ、それでも妬まるからびっくりするときあるんだよね。なんかズルしてんじゃねえかとかさ、ずっとそういう目で見られたりするんだよね。目が怖いね、そういう人のね。こんななって探してる感じがする、アラを。まあ今あのねインスタグラムがバズってます、私の。浜ちゃん浜ちゃん言われて、江端さん数年前は私 S サイズも入ってたんですよ疑ってないですよ。じゃ最近、じゃ割と最近なんだ、ここ数年なんだ S サイズが入んなくなったの。そっか、だからちょっとあれって感じなんだ、急激にって感じなんだ。私もついにお腹出てきました。ポンポコリになってきた。お腹がポンポコリ、太ろうと思って太ったのにさ、 いざポンポコリになってくるとなんかちょっと嫌だね。でもこれがまたさ、お腹へっこんで細くなってくるとまた心配なんで、これぐらいでいいかなと思う。ちょっと太ってるぐらいで、お腹ポッコリで贅沢は言えないわ岩さん、インスタなんと検索したら できますか。今じゃあリンク貼ろうか、浜ちゃんのやつ。いいねが400個近くついてる。どうやって私のこのインスタ見つけたんだろうね。フォロワーじゃないんだよ。またついてるわ。またコメント、また2個コメント増えてて、どうせ浜田だな。あ、違うわ、かわいい、ね、にゃんこかわいいなって。にゃんこかわいいはちょっとこれはハートマークつけと。ハマちゃんはもうあまりにもしつこいんで、みんなは反応しません。こっちはかわいい。フェアリーなんだっけ、緑ずきんさん、あの YouTube のあの方がコメントしてくれ。あこちゃんさん、前はあこちゃんさんって名前だった。体調良くなったってことですね。ご飯食べれるようになったと。みんなが送ってくれるんで、米とか。前は全然ご飯食べてなかったから。あった浜ちゃん、浜ちゃん、こんなに似てるかね。いいね396件ついてる。これもう増えるね多分またね。皆さんちょっと登録してください、私のインスタグラム。にゃんにゃんはぼっちゃりしてるのめっちゃ可愛いね。可愛いの気持ちいいね。ララちゃんもね、ララちゃんはカメラ回ってる時くっつかないんだけど、ライブの合間とかこうくっついてるよ、にゃんにゃんつって。キーちゃんはもう、ね、ライブ中もくっついてくるけどね。インスタのスクショ特集面白い。これさ、みんながさスクショしてくれたやつなんだけど、全部できないんだよスクショ。だからさ、私のスクショアップされてないじゃないかって思った時はできなかったやつだと思って、なんかね、画像のファイルが適用していませんみたいなの出てきて、できない時あるんだよスクショ。同じスクショでも全部 JPEG で送って埋まってるわけじゃん。できない時あるんですよ本当に。だそれはしょうがないからやってない。だから私のわざと、私のスクショが悪かったから外されたんじゃないかって思わないでくださいね。できないやつあるんですよ本当に。
サイズが違いますとかね、なんかそうそう、だからできるやつは全部やってるって感じ、アップしてる。にゃんにゃんにゃんのポッコリお腹愛らしい、気持ちいいよねお腹。もうハマちゃんハマちゃんみんな、ハマちゃん以外の見てほしいんだけどね。ああ、ニベア塗ってないんだけど、ニベア塗ってないけどそんなにカサついてないの。さあどんどん質問していいですよ。いいねグッド高評価お願いします。あれ、いいねグッド高評価お願いします。あれ、でこれ固定したはずなんだけど固定されてないんだよね。メッセージ固定、あ固定、やっと固定になった。ご飯を食べてる動画出ました。そう、それがだから396件今いいねがついて、てか明らかにフォロワーじゃない人がたくさん見てんだよ。コメント100件ぐらいあるんじゃないかな。ほぼだから、ほぼ全員ハマちゃんハマちゃんだよ。なんでいきなりそんなインスタがバズるって知らなかったの、まあ、登録者数も10人ぐらい増えたけど、それ出してからインスタはなんか若い女の子の方が強いのかと思ってた。まあ強いだろうね、もちろんね、まあ、YouTube もそうだからね、ビジュアルあるやつはやっぱ若い子の方が強いよね。動画画像系は。人間ってね、なんか見た目がいい人が言ってる言葉の方が信用するんだよ。信憑性があるように感じるようにできてんのね。だから私もちょっと見た目を本当は整えた方がいいんだけど、まあいいかどうしようもないこと言ってる美人の人がどうしようもないこと言っててもわーって信じちゃう人いるからね、本当にね。まあ信じるようにできてんだよ。あとかっこいい人がいい、どうしようもないこと言ってんのにバカみたいなことを結構信じるんだよ。見た目がいいってだ、なんかそういう作用があるんだよね。ああそうなんだ。そうですよ、あのだから見た目いい人を出すでしょ、あのニュースとか。サブリミナルなんだよ、それも。サブリミナル で見た目って超重要なんだよ本当は。あのサブリミナルで相手を洗脳するの。例えば私は株ですごくなんだろう、株、まあ、あ、なんだっけ、佐々木さんがいるから株の話なんだけど、何でも株のことしてます、儲けさせられますって人がさ出てきてさ、しっかりとさスーツ着てさ、ネクタイ締めたし、ネクタイ締めてる人の方が信用するじゃん、私みたいにこんな格好してる人が出てくるより。それサブリミナルなんで、スーツ着るとちょっと信用度が上がるとかさ、いい服を着てるとお金持って、もうお金儲けうまいんじゃないかなとか、そういうサブリミナルを聞かしてくるんで、見た目より中身で判断できるような人になりたいです。それは修行ですね。まあ男は結構難しいんだよ、女の人見ちゃうと。だからあの綺麗な人、綺麗だなって反応しちゃう自分が言った時はかなり気をつけるもん。しっかりその人の言ってることを聞いて、でちゃんとアホなこと言ってんなって気づけるようにならないと。だどんだけ若くて綺麗な人見てもいずれ年老いてしわしわになって膣に埋まって腐るってとこまで想像すれば、そんなにあのまあ そういう瞑想があるんだけど、それを常にそういう瞑想してればね。今日給料日いいな、給料日ないからな、うちなんかあまりにも綺麗だと逆に怪しいと思っちゃうな。だからなんかさ、あのインスタでさ勝手にフォローしてくる人がいるんだけど、綺麗な女性の写真が載ってて見ると大体お金稼げますよとか、そういうのなんて全部ブロックするけどね。ツイッターにも来るんだけど、で男の中にはこういう女性に学びたいとか思っちゃう人いるんじゃない。多分あんなのさ100人に1人引っかかりゃさ、あの儲けられんだからさ、こんなの誰が引っかかんだよみたいなのあるじゃん、たくさん。あの LINE で5分作業するだけで副収入月5万稼げますとかさバカじゃねえのと。そんなことしても社会的価値生まれないじゃんって、社会が良くならないじゃんと思ってバカだなこいつと思うんだけど、100人に1人ぐらいはやっぱ引っかかっちゃうでしょ。本当にお金欲しくてしょうがない状態になってる人だから、ビジネスになるんで、ビジネスとかお金儲けになるんでね、そういう人たち。ボットでどんどんあの AI とかにやらせちゃえばいいんだから、フォローとかも。コンビニで残高確認したら手数料が110円から220円になるみたいに高い。もうやだね、あんまり銀行の悪口言いたくないけど怖いから嫌ですねまあじわじわと預金封鎖みたいなこともされてるよね。お金を下ろしづらくなってるもんね。220円になったらお金を下ろす人減るんだよ結構。それって事実上預金封鎖じゃん。あ、だね、預金封鎖じゃないや、預金じゃない、下ろすことになってんだっけ、まあ、だから預金封鎖だよ、預金封鎖。ずっと銀行にお金が入ったままになる。
分取られてる感じだよね。それ運用されちゃうんだから。怖いですよ銀行は。なんで機械がやってんのに手数料がかかんだって感じだよね。人件費ないで。一気に倍だと本当下ろす人減るよ。で1000万下ろそうと、1000万今下ろさせてくださいって言ってもできないからね、銀行とかで。何日か待ってくださいと。え、俺の金ないの、預けてんのにないのって思うわけで、まあ、私が1000万あるわけじゃないよ。なるべくお金が出てかないように、出てこないような仕組みをすごい作っていくよね。バズったインスタ見ました。リールは見られやすいみたいですよ。私はアニサキスの動画が恐ろしくバズったことあり、フォロー外の人からたくさんコメントをつけてくれました。バズるんだ。じゃあちょっとリールやってみようかな。だから写真パチッこれ撮れ、ちょっと動いてる。あれもさ、だって2、3秒の動画じゃん、リールじゃん。リールで出せばいいんだね。まあ、バズってもしょうがないか。まあでもやってみようか。インスタがそうなるって分かんなかったからびっくりしたんだよね。 YouTube のショートとかいきなり伸びたりするんだけど、 TikTok とかも。日本痩せてる人が正義みたいで生きづらいです。だからもう痩せすぎだよみんな。私のアメリカ人の友達がびっくりしてるよ。ここはなんか貧困国かって言われる。なんで豊かな国なのにみんなガリガリに痩せてんだって。ほんとさ、食べるものは腐るほどあるわけじゃん。食べればいいだけじゃん。なのに痩せてるってことは、だから心なんだよね。心を操作されちゃってるって。心の操作ってやばいよね。洗脳なんだよそれが。肉がついたらやばいことになりますよってことを刷り込まれてるわけじゃん。心がそう思っちゃってるわけじゃん。操作されてんだ心が。なのだからご飯あんのに食べれないんだよ。食べても吐いちゃったりとか、薬飲んだりとか。あの男性はね、痩せてる人よりあのぽっちゃりしてる人の方が好きなんで大丈夫です。男性に好かれたいんだったら。若い人貧相ですよね。ガリガリだよ本当に。このなんだっけ、経済大国なのかみたいなさ言われちゃうよ。言われちゃってますよ私の友達で。化粧濃いじゃん若い人たち最近。もうほんと洗脳されちゃってるよね。化粧濃いし整形もするし、整形が悪いってわけじゃないんだけど、しなくてもいいよ、しなくてもさいいのにしちゃってるみたいな。ひろしさんこんにちは。岩さん、岩友、皆さんこんにちは。お昼休み一瞬参加させてもらいます。皆さんこんにちは、ありがとうございます。お疲れ様です。ミクさん太めの方が健康的です。そうだよ、こんだけ食べるもんだからちょっとぽっちゃりしてるぐらいが普通じゃないの。佐々木さん、エバッチありがとうございます、助かります。 HK さんこんにちは、お疲れ様です。休憩中、休憩時間中、まあ、信じすぎるよねみんなね、コマーシャルとか。まあ若いうちはしょうがないんだけど、そういうメディアに影響されるのは。若いのはしょうがないんで、若い人たちは自意識過剰になっちゃうのは。だけど普通、あ、自意識過剰になってんなって気づいたりするんだけど、気づけない人が多いんだよ。なんでかっていうと、親もそんな感覚だから。親も一緒なんだよ。親もメディアに振り回されてるから。私みたいな人が、私みたいなのが親で子供がいると、あ、親はこういうメディアのことをバカにしてるなとか、騙されてないんだなって分かるから、結局騙されない、真似するじゃん私の子供が。でも親も振り回されてると、一緒になって振り回されるから。子供も美味しいものが溢れてて痩せてた方が価値があるって刷り込まれるのは鬼畜すぎる。本当だよ、もうわけわかんないじゃん。で、矛盾した情報を頭に入れちゃうからこんがらがって悩むわけじゃん。うちの母親は1日3食食べなきゃいければいけないっていう価値観で育ってるわけだ。ずっと生きてきたわけだ。それなら最近テレビの情報で1食の間に12時間空けなきゃいけないっていうのを見ちゃって、どうしようか悩んでんだよ。どうしようか悩むっていうか、無理に決まってんじゃん。12時間1食ごとに上げたら36時間になっちまうだろって。で、1日2食になるんだよ。それはどういうことかって、1日2食にしなきゃいけなくなるわけで、1日3食は無理なわけじゃん。だからどっちか取ったらどっちか捨てなきゃいけないわけじゃん。それができないんだよ。なんでかっていうと、テレビで言ってることは全部正しいと思っちゃってるから。 あまりにも絶対矛盾する情報があるのに全部正しいと思って受け入れちゃうから、頭が混乱しておかしいなことになっちゃってる。でテレビの論理が分かってないから、テレビっていうのは物を売るためにあるんだよ。宣伝するためにあるわけだから、お金を使わせるためにあるんだから、本当はコマーシャルだけでいいんだよテレビって。本当はコマーシャルだけなんだけど、それだとあんまりにもつまんないから、コマーシャルを見せるために番組があるんだよ。で最近だと番組の中にもサブリミナルとか入れてるわけじゃん。あのインプレス広告入れちゃってるわけじゃん。インプレス広告テレビの番組の中で店紹介したりとかしてんじゃん。あのむちゃくちゃ金払ってんだよあの店側が。そうやって儲けちゃってるから、広告代理店が。だから全部お金の論理で動いてて、視聴者さんのためなんてこれっぽっちも思ってないんだよ。こ
これっぽっちも。それに気づいてないから信じちゃうんだよね。いや、めちゃくちゃ他人軸だったらそれなのに言う通りにしろって。他人軸って他人に振り回されるってことだっけ。うちの親だって、まあ、だから私のことより世間ってのが気になってる。千成知事の話はいつもハッとさせられて助かります。ありがとうございます。だから洗脳なんですよ、世の中っていうのは。洗脳の試合なんで、価値観の押し付けて洗脳なわけじゃん。洗脳してもいいんだけど、あのね、洗脳していいんだよ。立派な人がトップに行って洗脳していけばいいんだよ、みんなに幸せになるような。だけどこの人が洗脳する人が煩悩にまみれ、あ、ちょっと待って。はいはい。このトップになる、洗脳する人が、多分私がこうやって今みんなに喋ってるわけじゃん。ある洗脳してるわけじゃん、私がみんなを。だけど私が洗脳してるのに、私が煩悩にさ振り回されてさ、なんだろう、自分だけ得するような生き方をしてたらさ、みんなは搾取されてることになっちゃう。だから徹底的に自分を気をつけなきゃいけないんで、まずそのリーダーになる人は。それができてないんだよ。だから変な人に洗脳されちゃってるから、搾取されちゃうんだよ、あの鍛錬できてない人に。ちょっと取り入ってきます。よし、あとでちょっとお昼ご飯の時、開封の儀だね。今1個来たんで、開封の儀も一緒にやります。エヴァさんこんにちは。皆さんはじめまして。ライブ初コメントかっこ挨拶だけですが失礼します。洗脳されやすい世の中ですが、洗脳されないようにいきます。あ、パシフィック調子さん、あの知ってますよ。ライブでコメントしてくれてなかったっけ。ご存知ってますよ。ありがとうございます。あのね、洗脳はされちゃうんだよ。人と接すればその人の価値観が入ってくるし、だけどちゃんとその人を見た方がいいよ。その人がどういう生き方をしてるかとか、あのリーダーとして自覚があるかをちゃんと調べた方がいい。そういう人はちゃんと自分がこういうことしたらみんなが真似しちゃうとか、ちゃんと気をつけて生きてるから。俺はリーダーだですってみんなから金集めてさ、あのさ、タワーマンションに住んでさ、インスタグラムに俺ってすげえだろ、こんな高層階住んでるぜって言ってるやついたらやばいじゃん。やばくない？お金持ちになって高層タワーマンションに住んで、俺はすごいだぜ、すごいんだぜって自慢することが幸せだって刷り込まれちゃうんだよ。だからそういう人をリーダーだと思っちゃったらまずいわけじゃん。だからリーダーそういうことしちゃまずいじゃん。いいことしてたまたまお金が入ってきて成功するんだったらいいんだよ。ただそういう人って自慢しないから、インスタグラムとかに乗っけて、Facebook とか SNS で俺ってすげえだろって言わないから、お金持ってるぜって。むしろ隠したいよね。そうそう、食べ物紹介とかばっかりでテレビは。そう、さすがにうちの母親も気づいてきた。つまんないのよ最近テレビは、って食べ物ばっかでとか。最近うちの母もやっと気づいてきたんだよ。今度もう私もずっと昔から言ってんだけど、信用しないから私のことでしょって、つまんないでしょって言ってんだけど、どうせ洗脳されるなら本当の意味で自分が幸せになることに洗脳されたい。今それがエヴァ理論。ありがとうございます。あのだから誰に洗脳されるかを自分で選ぶんだよ。洗脳されずには生きれないんで。だって脳みそに情報がなかったら生きれないんだから、価値観とか考え方が。この人みたいになりたいって人をこの人だったらどう考えるかなとかさ、辛い時とか、なんか常にニヤニヤしている人とか、そういう人、あ、なんだろうな、なんかこういう人に洗脳されたいなっていうのを選んだ方がいいよ。でこういう人に洗脳されたいなっていう人と思われるように演じてる人がたくさんいるから、だからそれ騙されないようにした方がいいよ。嘘ばっかついてるから、みんな高い時計買ってインスタ乗っけて、それ幸せじゃないから、幸せじゃないからインスタに乗ってロレックス買いましたとか言って自慢してるから。あの LINE で1日1時間の作業で月に30万円稼ぎました、主婦が30万円稼ぎました、それ幸せかと思う。何にも社会的に貢献してないんだよ。それ幸せじゃないよ。私はこんだけお金にとらわれてるんです。社会貢献しなくてもお金を稼ぐ、貸す、そういうことを考えずに お金を稼いでしまいました、私はバカです、っていうのを宣伝してるようなもんじゃん。まあそれ言い過ぎ、ごめん、言い過ぎた。言い過ぎた、ごめん。お金必要なんだよ、主婦の方。大変だ、切り詰めて切り詰めて大変だから。まあその金合いだよ、だからそこまで極端に考えなくていいんだけど、ちょっとこれなんかこれお金儲けるけどおかしいことしてんじゃないかぐらい気づけばいい感じ。
誰も幸せになってないんじゃないかなとかさ。33ゾロ目、お、ありがとうございます。この後ワクチン接種4回目があるのでここで失礼します。いってらっしゃいませ。学生の時はバラエティに夢中になれたけど今はどこか冷めてしまってます。バラエティ全大人になるとあのバラエティに夢中になれたんで昔の時は、なんでかっていうとその裏が分かんなかったから。今はさ番組見ると裏が分かんじゃん。バラエティやってんのに緊張してるって分かるじゃん。その人たちがやべやべ生でこうしなきゃいけないとかさ、本当の意味でリラックスして笑わせられる人ってあんまいないんだよテレビで。松本人志ぐらいじゃないの本当にリラックスしてガーっていけんの。もう達人レベル、達人はね松本人志ぐらいだと思う。もっと言い過ぎてください。いや言い過ぎるとさ後で責められたら嫌じゃん。こういうこと言ってますけどってさ、まあ言いすあれちょっと言い過ぎちゃったんでって言えばいいか。すいませんそこまで思ってませんでいいか。今夜ネギ食べるからジムトレマはかどってます。え、ジムいるんだ今。あのいいネギ、綺麗な大きいネギね、お買い得な。メディアの裏バレてきてますね。だもうお金の論理で動いてるんですよ。だ国会とかもそうじゃん。お金のことだよ、全部お金がどう動かすかで話してるわけで、私たち国民の生活をどうやって向上させるかなんて誰も思ってないじゃん。だ資本主義と民主主義って相性が悪いというか、絶対じゃないけど無理なんだよ基本的に。だって今さ民主主義じゃないじゃん日本って。だってお金の論理で動いてんだもん。だってお金なかったらさ立候補するのもすごい難しいんだよ。受かるのも難しいし、2000万ぐらいないと無理だよね。それも資本主義じゃん完全に。お金ないと政治家になれないんだから。そしてお金ある政党が強いに決まってんじゃん。でお金ある政党はさ、じゃあうちら金払ってあげるからうちらの政策を全部イエスと言いなさいっていうに決まってんじゃん。それって憲法違反なんだよ。一人の思想を縛っちゃいけないんだよ政党とかが、組織が。憲法違反バリバリしてるからね今の与党。むちゃくちゃだよこの国。論理がね破綻してるんですよね。知人は裕福でブランドバッグいっぱい持ってるけど幸せそうじゃない。だ幸せじゃないから、幸せじゃないじゃん。だメディアはあなたは不幸ですよって言うわけじゃん。本当は不幸じゃないかもしれないんだよ。今のままで幸せだったかもしれないけど、本当にあなたはちょっとかわいそうですよって煽るわけじゃん。ビビらされるわけじゃん。でビビらしてから不安にさせてから、このバッグを買えばなんとかなりますよって言ってくるわけだ。でさ素直なんだそういう人って。素直に今幸せだったのにそのままで不幸ですよっていう洗脳にかかってやべえってなって、あじゃあ私が助けてあげますよ、このブランドバッグ買えば大丈夫ですよって、それも素直に受け入れちゃったんだよ。で買っちゃったんだ。で一回買うと高揚するからドーパミンが出るわけじゃん。でまた下がるわけじゃん。あれ全然幸せじゃないじゃんって言ったら不満になるわけだよ。すると一回でもブランドバッグ買った時の高揚感を覚えてるから、またそれをやりたいって言ってまた買うんだ。また買うまた買う。でそれじゃ満足しないから今度はSNS で自慢する。でそれでもやっぱりさ優越感と幸福感は違うわけじゃん。自慢しても幸せになれないんだよ。で何するかというと今度は人をバカにする、うん、お前らには人権がねえ、貧乏人はただ税金を食い尽くしてるクズだとか言い出したりするんだよ。立ち悪いですよ、立ち悪くなっちゃうんだよ。だからもともとは素直なんだよそういう人も。あと親がそうだった可能性がある。親がさ価値、みんなブランドバッグっていうのはみんなが価値があるってもう認めてるものじゃん。親もそういうものを手に入れることによって自分の価値が上がると思ってる可能性があるんだよ。この車を買ったからうちらはうちの家族は素晴らしいみたいなさ、いい肉を食べてるからうちは幸せだとかさ、そういう価値のある人間だうちらはとか思ってる可能性があるんで、それをこのまま鵜呑みにしてそのまま刷り込まれて真似するから親の、その可能性もあるよね。ジムのインターバル中にコメントしてる。すげえな、マルチタスクだね。なんかさ昨日遠出してたからさ、今日はずっと一日起きないのかと思ってたけど、もうすぐ動いてんだね活発的に。私はメディアに脅されてるって分かっててそれを楽しんでるならいいよね。そう、それ全然それはいいよ。意図的に騙されてるのって言えばいいんだ。意図的に騙されてるんですって、こういうのが好きなんですって思ってるんだ。だからさアイドルの追っかけとかもそうじゃん。この世界を今はこの世界で楽しむってアイドル追っかけしてる。でも家帰ったらちゃんと仕事してるわけじゃん。そうやってだから騙されに行くっていうさ、だ相手の催眠にかかりに行くっていうかさ、そういう楽しみ方がいいじゃん。でもそれ
それが世界だ、それが現実だと思っちゃったらまずいよ。そうエンターテインメント、幻想を見せてくれるわけだからさ、アイドルとか。お金がなくても幸せだと思います。お金は幸せにしてくれるものじゃなくて、あの不必要な 不幸を避けられるんだよ、お金があると。幸せに なるもんじゃないんだよ。不幸を避けることはできるんだよ。お金があれば。お金があれば病院行けるじゃん。ないといけないじゃん。歯磨きしてます。お疲れ様です、ゆうゆうさん。お洗濯もう終わりました、2回。素晴らしい。まさかパンイチじゃないよね。動いていないと落ち着かないマグロのような人間だ。素晴らしいですね。マグロ大好きですよ。マグロ赤身中トロが好きだね。ゆうさん洗濯物2回お疲れ様です。そしてこんにちは。ゆうさん新しい歯ブラシで磨いてたのかな。そういうことか。いや迷ってんじゃないの。あれ届いたって言ったんだっけ。フロスが届いたんでしょ。はい、のるちろさん新しい歯ブラシよくお分かりです。あ、新しい歯ブラシなんだ。こんな雪降ってパンイチは猛者すぎるよ。なんだなんかもうそれ信念持ってやってんのかと思った。パンイチにそれだけは絶対買いたくないと思ってやってんのかと思ったから、パンイチ主義なのかと思った。パンイチ原理主義なのかと思った。違うんだ。暑いからパンイチなだけだったんだ。知らなかった。信念パンイチだけは変えられ、これをパンイチをやめたら私が私じゃなくなるからとかそういう感じなのかと思った。違うんだね。ゆうさんパンイチ族、ずっとパンイチだと教えてくれるからさ。夏パンツ一丁ですって毎回言ってくれるんだよ。だからこれ完全にパンイチ原理主義かと思う。お金は不幸を避けられるもの。お金は不幸を避ける、必要のない不幸を避ける。あ、だからお金で避けられる不幸があるってこと。不幸も ありますよって。で難しいんだよね。お金だから、お金でハッピーになるかもしれないけど、だからお金だけを求めると不幸になるわけじゃん。楽しいことはできなくなって、だから結局だからその求めすぎずにブラ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 真ん中をこう揺れながら行く感じがいい。バランス取りながら。お金は人が運ぶものだから、お金より人とのつながりのが大切だなって価値観に変わりつつあるな。わかる。だって私だって若い頃お金を稼がなきゃと思ってたんだよ。で信頼で生きてきますとか全然信じられなくて、で今完璧にわかってるわけじゃん。完璧に腑に落ちてんだよ。人とのつながりで生きてくるって。まあアメリカ行ったのが強いっていうのがあるね。いろんな人に助けてもらえたんで、普通に風邪ひいたらお粥作ってくれて届けてくれる人とかもいたし、だからみんなはあれよ、風邪ひいた時お粥作って持ってきてくれって頼めって意味じゃないよ。それぐらい求められる人間になるってことなんだよ。それにはどうするかっていうと、調子いい時にはとことん尽くしとくんで人に。まあ、それもこれも方法論とか、こういう技術みたいになっちゃうんだよ。こういうこと言うと、それ自然にやっちゃうことがいいことなんで、後々得したいために尽くしてたわけじゃないんだから。こっちはお金はあるに越したことないけども、お金欲しいです私今。だから多分ね、来月あたり月収100万いくんじゃないかなって気がするんだよね。そしたらもう速攻行くわ、いろんなとこに。沖縄行こうかな、まず。北海道はちょっと春夏まで待つ。まあ真冬行ってもいいか。逆に週5の仕事でメンタル死にたくないのでほどほどにしたいです。週知らなかったよ、ミクさん。教えてよ。そんな働いてたの。大丈夫、一気にそんな働いて。全然報告してくんなかったじゃん、今回。むちゃくちゃ褒めたのに、言ってくれれば。っていうか、報告してた、してたか。私が覚えてないのかな。言ったじゃないですかって怒られるときあるんで、よく。記憶力がないから。そもそも銃はなんでアメリカで持てるのかな。人種のサラダボールだから。これはだから国を作る時のコンセプトなんですよ、アメリカの。自分たちの身は自分で守るっていうアメリカの、だから立国のコンセプト、強い、そのための国なんだよ。それがなくなったらアメリカじゃないんだよっていうぐらい強いの。だから警察がいるじゃん。でも警察じゃなくてこの自警団がいるんで、自警団なんつうんだろう、英語であれ。フェリスじゃなくて、ボブ・マーリーが歌ってるね。I shot the... 自警団なんですよ。ビジランティじゃないな。でも自警団、ビジランティって書いてあるな。施設軍隊とかさ。だからルソーって人がいるでしょ、あのフランスの。その人がだから社会契約論っていうのを書いてるわけじゃん。うちらは社会契約論に従って生きてんだよ。あのまあ国って、だから国がいちいちうちらが銃持って自分たちの身守ったり、暴力には暴力でやってとか
大変じゃん、うちらが一人一人が。だからそれは国にお任せしますって、警察とか軍隊に。その代わり税金払いますよって、そういう契約をしてんだよ社会で、うちらは。それが当たり前になってんだけど、アメリカはもう、そう、国ってのはそういうためにあるんだけど、アメリカはやっぱ自分の身は自分で守るっていう意識がすごい強くて、それのために独立してるわけだから、イギリスから。だから銃っていうのはね、結構なくすっていうのはすごい大変なことなんだよ、アメリカで。アメリカのだから骨格が崩れちゃうっていうかさ、信念っていうか思想っていうかさ、だから精神的なものなんだよ、銃を持つって。その銃の会社が儲けたいからとか、そういうことももしかしたらあるのかもしれないけど、国民の心に根強く残ってるから、自分たちの身は自分で守るって。まずは徹底的に自分で自分を満たしてあげたら、自然に周りにも与えたくなった。私の場合、素晴らしいです。さすがですね、エバスさん。沖縄行くの？いや、日本全国行きますよ、みんながいるところには。沖縄の海で抗議動画。仕事働けるのすごすぎる。コンセプトか。保安官と警察って違う、ドラマで。保安官だっけ、違う、なんかシェリフ I shot the sheriff って歌ってんじゃん。なんかね、違うんだよ警察とは。なんかでもね、なんか警察に限らず軍隊もそうだけど、今ね、なんかだから民間がやりだしてんだよ本当にね、国じゃなくて。シェリフとポリフの違いって書いてある。保安官、そうそう、保安官報告してませんでした。以前は週5でボロボロだったので、今は週3程度にしてます。お、素晴らしい。で、5分過ぎたんで、ちょっとじゃんけんしよっか。じゃんけん、はい、ブン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 、最初はグー、じゃんけんポン。夢中になってたら5分過ぎてたね。夢中に喋ってたら勝ち。勝った。7万円もうすぐ出てもらいます。いいね佐々木さん。負けた。ラッキーセブン。あ、本当だ。よし、ということで、じゃあまた今からネギラーメン作るんで、もしよかったらそっちで開封の儀もやると思うんで。いや、まあ明日やるか、開封の儀。明日なんか来る気がする。よし、ということで、じゃあまた。ありがとうございます。